はいどうも、全力満勤のクニーです。桂田です。ブラボーす。というわけで、はい、今回はどんなビビりでも、はい、クローズを見た後ならタバコポイ捨て注意できるのか説です。どういうこと？はい、クローズっていう喧嘩の漫画、映画あるじゃないですか。まあ、あれ見た後って、自分強くなった気しないです。するけど、しますよね。タバコのポイ捨てが結構話題になってるかなと思うんですけど、悪いマナーの人たちを、クローズ見た後なら注意できるのかっていう企画をやっていきたいなと思ってます。もちろんこれは、桂田さん。俺っすか？そうです。いや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 、そんなクローズ見ただけで。いや、まあ、かっちゃん、結構ビビりなんですよね。で、喧嘩もしたことないし、まあ、怖い人嫌い。今までのね、動画、コメント見ました。最後2人で喋ってる方の左、おもろいこと言うとると思うけどクソおもんないで、活躍してるの右だけじゃん、左は首だろ、遠くの時左いらん、何も喋らんやん。おいおい、左の人なんなん、なんなん、カツラだってやつなんかいやらしい顔で嫌悪感覚えるわ。隣の人全然喋ってなくて草、隣の人ずっとうんはいしか言わないやん。ということで、かっちゃん置物みたいになってるんですよ。このイメージを俺はやっぱ友達として払拭させたい。かっちゃんやるときやるんやぞと。やるぞ。じゃあ今日いけるな。マジで。ちょっと迷ってるやん。じゃあ今からとりあえず渋谷に行って、はい、ここでクローズ見てもらって、気が大きくなったままお伊勢注意してもらえたらと思います。じゃあ渋谷行きますか。行きます。はい、というわけで、渋谷に着きました。着きましたね。はい、どうっすか？いやー、別にどうもない。まだクローズ見てないからね。まあ、確かに。早く見たいね。まだちょっと怖い。まだ怖い。ちょっと怖いらしいんで、じゃあ早速ね、今から見てですね、はい、映画。高ぶった気持ちで、タバコのポイ捨て注意、やっていただきたいなと思います。ほらー。ちょっと入ってる。あー、武装戦線っすね。暴走族。うわー、決闘のシーン来ました。うわ、時代が病院でな。うわーい、うわ、こい、え、ハルコ、お前さ、え、ハルコ、ハルコ、ハルコ、ボロミうるさいぞ、おい、おー、やばいやばい、おっ、芹沢倒れた。君も、スズラン。はい、というわけでクローズ無事見終わりました。さあ、桂田さんはどんな感じになってるんでしょうか。ご覧ください。おい、俺が芹沢玉内やん。おお、やばいやばい、やめてください、やめてください。僕一般人なんで、やめてください。すいません、やめてください。すいません、すいません。時代に見せてやんよ。見せてやんよって言います。芹沢俺、そんなんでしたっけ。俺の勇士。勇士。そんなんあったっけ。ちょっと待って。はい。え？いや、最終決戦の時の傘。おい。おお。見せてやる。おお。何をね。時代に見せてやるんだよ。俺らの勝利よ。おかしい。おお、俺がやられる。え？まあ、芹沢ことかっちゃんがタバコポイ捨て注意できるかどうか。皆さん、見届けてもらえたらなと思います。さあ、芹沢さんが今歩いてます。なんか、おお、蹴った。気が大きくなってる。自転車見てる。え、というわけで、着いたんすけど、なんか立ってる人がいて、警察の人みたいな、全然路上喫煙してる人いないっすね。だからちょっと企画ちょっと変わるんすけど、まあ、この喫煙所じゃなくて普通に路上でタバコ吸ってる人注意していきたいなと思います。ただまあその前に、あの結構吸い殻とかいっぱいあるんで、まず掃除したいなと思います。あの森田なんかコメントして、やばいっすね。トカジ急に出んのかよ。マジでダメだよ、ポイ捨ては。本当に、でもこっちは綺麗になったよね。ほら、だいぶ綺麗になったよ。はい、というわけで、ちょっと掃除の途中なんですけど、路上喫煙してる人いたんでね。芹沢さん、どうですか、いけます？
いける、あそこにいるんで、あそこにいるんで、じゃあ行ってください。見届けたいと思います。さあ、注意してます。素晴らしい。さあ、一人中へと入れることができました。中で済ましたぞ。おお、どうでした？全然トカジだ、トカジ余裕だよ。言ってください、言ってください。さあ、もっともっといますよ、もっと言ってください。情けな。あ、いいせいせい、います、います、います。すぐそこにいます、すぐそこにいます。テレビは早く来いや。警備員がいるから決まってますか？はい、みんな素直です。素晴らしい。みんな素直です。おお。やっぱセレザワの殺気がみんな怖くて言うこと聞いてますね。どうでした？女子強いな。どういうこと？女子怖いよ。女子怖い。誰もいなくなりました。さあさあ、注意してますよ、セリザーさん。やっぱみんなセリザーさん殺気で怖くて従わざるを得ない。セリザーさん見落としてます。まだまだ見落としてます。まだまだ見落としてます。さあ、セリザーさん行ってます。あ、やばい、喧嘩なってんじゃないか。ちょ、いいっすか、来てもらって。行ってないじゃないですか。はい、中です、行きましょう。早く行きましょう。これさ、みたいな。じゃあ早く行きましょう。全然思んないです、早く行きましょう。何も思んない、行きましょう。きれいになったのわー。はい、というわけでこんだけ溜まりました。結構重たいです。もう誰もいないですし、全部きれいになったんで、とりあえず一旦ちょっと僕らもね疲れたんで、ちょっとご飯食べに行って、ご飯行こう、行きますか。はい、というわけでね、ちょっと腹ごしらえもして、ちょっとやりたなっていきました。もうやりたいよ。喧嘩したいですか？うわー、怖っ、やばい。まあ、渋谷の喫煙所前は結構行けたんで、次は、まあ、路上でタバコ吸ってる人、それを注意していけたらなと思ってますんで、芹沢さん、OK、お願いします。僕らカメラ近づいちゃうとあれなんで、ちょっと芹沢さん一人で行けますよね。僕ら透明でついていくんで、いたら全部注意してください。じゃあ芹沢さん行ってますね。あれ、タバコ吸ってるんですかね。タバコ吸ってなかった普通の人たちですか。いるっぽいっす。なんかビビってません？なんか、セリザーさんビビってますよね。来ましたよ。お、言ってる。おー、拾わした。すごい。セリザー拾わしましたね。すごい。路上喫煙ダメです。ダメです。やめましょう。お、行ってます。
さっき、芹沢さんが、ちょっと注意した人がまだ吸ってるんで、ちょっとね、僕らも掃除して若干なんかね、疲れ溜まってて、ちょっと許せないんで、言いに行きたいと思います。はい、す、行ってきます、行きます、行ってみろ。さあ、ちょっと路上喫煙もういないんじゃないかな。あいつまた吸ってんぞ。あいつまた吸ってんぞ。また吸ってる、また吸ってる。ちょっと行ってきます。粘着します。あれ？ダメじゃないですか。来んなよ。ダメじゃないですか。吸ったらダメじゃないですか。知り合いなのね。何がダメなの？吸ったらダメっすよ。あ、てか知り合いなんですか？あ、知り合いじゃない。あ、じゃないんだ。はい。なんかユーチューバーさんで、そのタバコ吸ったら吸ってないみたいなやつをやってるんだ。あ、そうですね。これこれみたいなパターンのやつ。あ、そうそう。あ、じゃあそれ本当やめてほしいわ。え、大丈夫です。映らないようにするんで。大丈夫です。しばちめんどくさいやつ言ったんだね。いや、でもまあ、あの、吸ってる方が悪いんで。吸ってる方が悪いんで。あ、いるね。そのパターンに。その年になってもわかんないんですか。あ、別に俺吸ってないから関係ない。いや、だから吸うの、じゃあ、なんか言わなかったらいいんじゃないですか、じゃあ。で、なんてやつでやってんの。何も言わなかったらいいんじゃないですか。教えてよ。何も言わなかったらいいんじゃないですか。なんて YouTuber。 え、何も言わなかったらいいんちゃうかって言ってんの、お前。なんて YouTuber。 何言いがかりつけてきてんの。何がおもろいねん。ダサいんじゃん。ダサいんじゃん、お前。じゃあ、お前らもすんのやめろ。何回言ったの、何回言ったの、何回言ったの。2回言ったよ。2回言ったら小学生でも分かる、普通は。普通は。え、おいくつですか。26歳でしょ。僕タメなんですよ。タメやったら分かるっす、さすがに。それは何の使命感だよ。え、何の使命感だよ。なんでなんで何の使命感。使命感とかないけど。お前自分の言ったことは俺に聞かせるくせに俺が言ったことに聞こえないの。使命感とか別にないですよ。注意したいだけです。いや、だって悪いことしてる。悪いことしてる。路上喫煙禁止なんですって。渋谷区。まあ4月から寝とるやん。はい、全店禁煙になるんですけど、まあ路上関係ないし。え、オッケーなんですか。あ、オッケー。マジですか。あ、じゃあ車行きましょう。じゃあ一緒に早く行きましょう。じゃあ、あの、吸わないからもう。あ、本当ですか。じゃあ吸わないですか。オッケーです。じゃあ頑張ってください、皆さん。ありがとうございます。よし、じゃあタバコ吸いましょう。いや、あの、タバコ、もう一回言わないで。僕ら行こうとしたらタバコ吸おうって誰か言ったじゃないですか。そら見逃せないでしょ。え、もう、え、めんどくさいな、もうそれ。ほんとに、もうやめるって言ったから。いや、やめるって言ったのに吸おうって言ったから。おかしいやん。そう、だからもう、すいません、もう全員分かったから。あと、あれ、ほんとに、あんなに大きい声を言ってたのに。ごめんなさい、ごめんなさい。お前、部屋で吸うよ。そう、部屋で吸ってください。頑張ってください、部屋で。オッケーオッケー。頑張ってください。じゃあ吸わないでくださいね。吸わない、吸わない。吸わないでくださいね。ありがとう。吸わないでくださいね。吸わないでくださいね。いや、その言葉が欲しい。吸わないから。吸わない。吸わない。了解です。吸わない。頑張ってください。止めましたね。止めました。なぜか、あの、喫煙者の人たちは怒るっていうね。まあ、そもそもそんな、なんか言われたくないんやったら外で吸うなという話です。どうでした、芹沢さん。全然芹沢さんじゃないっすよ。全然違いますよ、芹沢。いや、忘れてるやん。おい、またね、次の動画も面白い感じでしたいなと思ってますんで。あ、そんな感じで。はい、いいっすか、今日は。じゃあ、お疲れ様です。